345のエンドか。ああ、分かったになるんか。そうか。なるほどね。ここでチャリを忘れてしまったらどうなるんやろな。フリースローだ。本当だ。じゃあ私こう。お、ここにもある。気づかんかった。知ってる配信者さん、実況者さんはいらっしゃいましたでしょうか。あ、レトさんだ。とはないね。モップしかないか、ここは。わからんぞ。終わった？モップありがとう。じゃあ早く着替えてカラオケに行こう。しゃがむ。これだ。これだけどどうやって取るんだ。まあいいや。あった。鍵忘れるのかな、あえて。ん？何これ、盗撮？誰がこんなこと。あ、まだいたのか。あ、すいません。あ、その向かいにいます。帰れ。送ってあげたいところだが、俺はまだやることがあるから気をつけて帰れ。はい、失礼します。本番は近くにある。自転車に乗ってる暇はない。このまま走っていこう。なるほど。おい、何か持ってるんじゃないか。何も持ってないです。おい、どこ行くつもりだ。走れた、走れるぞ。一直線だ。行け。警察署どこだっけ。あった。どうした。先生に襲われてます。助けてください。私はカメラを警察官に渡し、事情をすべて話しました。時計出しっぱやった。その際、友達にはメールをしておきました。警察官は親身に話を聞いてくれ、調べてくれることになりました。後日、警察からカメラからは私の指紋しか検出されず、犯人は特定できなかったこと、学校に伝え周辺の見回りを強化することを聞きました。友達からはあの日何度か電話がかかってきていたのですが、
ていることができず申し訳なく思っています。そのせいかあの日から友達は元気がなく、ある日とうとう自殺してしまいました。え、なんで？遺書はなく本当の理由はわかりませんが、あの日の電話に照れていたならと、今でも後悔が後を絶ちません。3分の6。そしてな、すごいデンジャラスなこと言っていい？録画忘れてた。更衣室からやったらどんなんだろう。更衣室からやってみようか。友達がおらん。反応ないんだ。あれ？ない？あ、ないんだ。なるほどね。はあ、そうなんや。友達がおるからこそ出るんや、これって。あ、そういうことか。取った後ってことか。なるほど、理解。そういうことね。はい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 。なるほどね。遅いよ。本当だ。時間見てなくて。じゃ、私ボール。オッケー。終わった？終わった。モップありがとう。いいえ。じゃあ早く着替えてカラオケに行こう。オッケー。よいしょ。よいしょ。OK。で、これか。なるほど。何これ？盗撮？誰がこんなもの？あ、まだいたのか。こいつ。なんだこれは。あったんですけど。これは俺が預かっておこう。はい。他のみんなは知らないな。多分。怖がるといけないから、みんなにはくれぐれも言わないようにな。はいはい。今日はもう遅いから、俺の軽トラで送ってやるよ。ほう。モエカはいるんですけど見ませんでした。モエカ君？確かまだ佐々木先生が残っていたから。佐々木先生に頼んでおくよ。君は俺が送っていくから先に乗っておいて。ああ、荷台に自転車を乗せておきなさい。おお、なるほどね。はい、これが軽トラの鍵だ。なるほど。自転車積まなきゃなのか。なるほどね、そうなるんだ。友達いない。はい。帰れたんやけどな。フォルダ。はい。え、何これ、やば。全部うちの女子生徒じゃん。交番に持っていかなきゃ。交番近くにある。自転車に乗って暇はない。このまま走っていこう。なるほど。どこ行くつもりだ。いや、車で待ってろって言っただろ。怖い。やばいやばいやばい。交番早く。交番早く。
よし。どうした？怖い。息を切らしながら話そうとする私に、落ち着いてからでいいよと警察官が声をかけてくれたことを鮮明に覚えています。あの写真を見せ、カメラのことやコーチのことをすべて洗いざらい話しました。ほどなくしてコーチは捕まりました。コーチがあんな人だったなんて、私を含めみんながびっくりしていました。それから学校はコーチの犠牲になった生徒のためにカウンセラーを雇いました。あの時の自分の行動には自分でも称賛したいと思います。こんなことが今後は起こらないといいと常々思っています。エンド5分の6。どうした？チラズアートさんのあれやね、カバンにつけてね、かわいいやつ。あ？おう？まだいたのか。よく会いますね。なんだこれは。これは俺が預かっておこう。はい。他のみんなは知らないな。多分。怖がるといけないから、みんなにはくれぐれも言わないようにな。はい。今日はもう遅いから、俺の軽トラで送ってやるよ。ありがとうございます。萌香くん、確かまだ佐々木先生が残っていたから、佐々木先生に頼んでおくよ。はい。君は、俺が送っていくから先に乗っておいて。ああ、荷台に自転車を乗せておきなさい。はい、これが軽トラの鍵だ。はい。なるほどね。これで多分、まさか、あれだね。エンド回収がこんな早い、まあ、ヒントがあったってのもあるけど。よいしょ。よいしょ、オッケー。多分一定時間ここでしょう。すまん。はい。待たせたね。じゃあ行こうか。はい。あれからのことは今でも誰にも話せずにいます。私はそれから男の人が怖くて、付き合ったことのある人はいません。男性恐怖症になった障害は様々なところに出てきていて、生きづらい人生を送っています。私のような人が一人でも減ることを切に願います。そんな子からなんとなく予想してた。そう、もう配信者さんやってるからね、知ってる方は多分どれぐらいの尺なんかが分かってるから。でも2枠とかやってる人おったから結構長いんかと思っとったけどな、私。そんなこともなかったね。何やった。これやったな。
全部やった気するけどな。これし。そうだよ、夢に見た景色、歩いて。音でかくない？音でかい。そう、音ゲーなんですよ。難しそうなんですよそうなんですよ。さっきよりマシ？さっきよりマシ？あ、でもミス5回に減ったぞ。よしよし、マシやない。ちょ、音でかいし。もうちょ、下げとこ。目指せ100点むずいっすよ100点むずいっすよ。いや、じゃあちょっとゆっくりめな曲にしよう。じゃあ100点が終わった。行きたくなるな。このカラオケは行きたくないけど。むずい。むずい。もう皆さん票入れましたか？もう大丈夫ですか？難しいよ。あれでもミス1回なんで？もうちょっとやってるぞ。ピンク。